草津町立温泉図書館は、群馬県安妻郡草津町草津にある公立図書館。温泉地にある図書館として、住民だけでなく、観光客の利用も多い。郷土資料の収集に特色があり、温泉やハンセン病に関する資料の所蔵数は、日本国内の図書館では、最大規模である。草津温泉の中心、湯畑から徒歩5分ほどのところに立地し、草津町民だけでなく、 観光客、別荘の住人、ホテル、旅館の従業員の利用も多いという特徴があり、図書館の登録利用者数は、草津町の人口を上回っている。湯上がりにふらりと立ち寄った、浴衣を着て、下駄を履いた来館者も見られる。特に8月は観光のハイシーズンとなるため、観光業に従事する町民の利用が少なくなり、都会から来た観光客が目立つようになる。 2008年3月時点の利用登録者のうち4割が草津町外に居住しており、東京都と神奈川県の住民が町外の登録者の半数を占める。館内では飲料を飲むことが許可されており、電源の提供も行っている。最寄りの他の図書館へは自動車で約1時間、群馬県立図書館へは約2時間かかるという立地条件であるため、リクエストや 相互貸借を利用して、なるべく利用者の要望に応えられるような運営を心がけている。図書館では、相互貸借の制度を周知する活動も行っており、ほぼ毎日群馬県立図書館へ、相互貸借依頼をかけているという。温泉図書館は、草津温泉バスターミナルの3階にある。もともと3階には、草津町温泉資料館があり、共産性の草津の湯で、 釘が溶ける様子など、資料館から引き継いだ資料の展示も行っている。図書館があった草津町役場草津町立図書館の開館前には、公民館図書室が図書館の役割を担っていたが、極めて小規模であった。1988年11月3日に、草津町立図書館として、草津町役場1階に開館した。隣接する町村は、 図書館未設置自治体であったため、草津町立図書館は先駆的な存在であった。開館当時からハンセン病に関する資料の収集を行っていた。開館時点での蔵書数は1134冊で、うち約9000冊は、草津町名誉町民第一号の安倍政治から受けた1000万円の寄付金で購入された。開館式には安倍が招待され、テープカットを行った。 2015年の図書館は、1000人人、臨時職員一人という運営体制で、図書購入費は年間160万円と厳しいものであった。この頃には、書庫や開花室の手狭さが顕著になっていた。草津町では移転検討をしたことがあったものの予算の都合で一度頓挫しており、図書館に隣接する研修室を図書館へ当てられないかという意見も出たが、 運産無償してしまった。2015年10月中旬に、草津温泉バスターミナルへ移転するために一旦、閉館した。閉館にあたっては、一部の利用者から、今のままでいいなど移転を惜しむ声が上がったという。2015年頃の草津町立図書館は、本が入りきらない状態になっており、図書館では、貸し出し冊数を無制限化し、一つの書棚に、前後2列に本を並べる。 書家の天板にも本を並べる、除籍、除花を進める、町内各地の倉庫に本を収納するなど対策を取っていた。また閲覧スペースの狭さも問題化しており、学習、読書に使えるのは15席しかなかったため、座席が足りない時には、高齢者が子供用の椅子で新聞を読む姿も見られるようになっていた。こうした状況に利用者からは、本が探しにくい。 読書スペースが狭いなどの苦言があった一方で、古本屋のようだ、本に囲まれていて落ち着くといった好意的な意見もあった。一方、図書館のある役場に隣接する草津温泉バスターミナルでは、3階にある草津町、温泉資料館やバスターミナル周辺の商店街の活性化が地域の課題となっていた。温泉資料館は約500点の資料を保有し、 草津の歴史や温泉に関する展示を行っていたが、展示内容が固定化していたことと有料であったことから来館者数は減少の一途であった。また住民や観光客の間からはバスの待ち時間に立ち寄れる場所を求める声が上がっていた。そこで図書館を温泉資料館へ移転することが2015年初頭に決定、同年7月に、 温泉資料館を閉鎖して資料の搬出と新図書館計画が同時並行で進められた。館内の施設配置は唯一の正規職員であった中澤隆之に一任され愛知工業大学教授の中井隆之の助力を得た。約4000万円をかけたバスターミナル3階の改修工事が10月に完了したため同月中旬から 書家や図書を新図書館へ移す作業が始まった。移転作業には外部業者を入れなかったため、図書館職員や教育長をはじめとする役場の職員、読み聞かせを行っているボランティアらによって図書を運び入れた。移転前の図書館は1階であったため、バスターミナルの3階へ本を搬入するのは大変であったという。移転作業を終え、2015年11月3日に名称を 草津町立温泉図書館に改め、図書館は再開した。図書館の入り口にはのれんがかけられ、館内には温泉資料館から引き継いだ資料を展示するコーナーも設けられた。座席は44席になり、館内にはゆとりが増え、観光客の来館も増加した。他方で図書館が3階になったため高齢者が利用する際に不便となり、 温泉図書館に改名したことから温泉に関する資料しかないと誤解する人が現れるなどの課題も生じた。2018年1月、草津白根山が噴火し、草津温泉は観光客が減少するなど大きな影響を受けた。そこで温泉図書館と交流のある立山市図書館が同年3月に草津温泉応援コーナーを設置し、火山や温泉に関する本など、 約80点の展示を行って、草津町を応援した。この企画は、展示資料の半数である約40点が3月上旬までに貸し出されるなど、立山市民らの大きな関心を引き寄せた。温泉図書館は、立山市図書館に、草津町の観光パンフレットや歴史資料を提供することで企画に協力した。町の本棚を、 運営方針に掲げており、赤ちゃんから高齢者まで使える図書館を目指している。そのため資料収集では、日常的に使う本から、調べ物や学習に役立つ本まで幅広く収集している。特に郷土資料と国立療養所クリオラクセン園円が町内にあることから、ハンセン病療養所に関する資料の収集に重点を置いている。貸し出し利用が多い図書は、文学、 着物の着付けなどの旅館業関係、温泉関係である。郷土資料は、温泉、スキー、高山植物、火山に関する資料を集めている。これらは、学術研究にこらえうるレベルから観光に役立つ、ものまで幅広い。ハンセン病療養所に関する資料では、クリオラクセン園そのものに関する資料のほか、入所者の出版物まで収集している。郷土資料、 ハンセン病関係資料は他の書棚とは別置きであるが特に見出しなどは設けていない。温泉関係資料は約2000冊、ハンセン病関係資料は約500冊あり、どちらも日本国内屈指の規模である。また資料を保有するだけでなく、2017年6月13日に新島学園高等学校の生徒がハンセン病の歴史について学びに 草津町を訪問した際には、司書の中沢隆之がガイド役を務めている。図書の購入先は、草津町内の書店2軒と町外の1軒である。出張で東京へ行く際に選書を兼ねて、書店を訪ね、草津に戻って地元書店に本を発注するという。また、民間の機械化読目録を使わず、書誌情報の登録。 図書の NDG 分類、本の装備はすべて図書館員が行っている。これは1988年の開館以来のこだわりであり、一味違った図書館を目指すという草津町立温泉図書館の意気込みを示すものである。2009年よりバトルオブスパと称し、サッカーのクラブチームの中で温泉地をホームとする町にある図書館と連携して、連携先のクラブチームや文化、 観光に関する展示を開催している。この企画は、草津町立図書館と愛媛 FC を要する愛媛県立図書館が初開催し、その後、大分トリニータを要する別府市立図書館、モンテリオ山形を要する上山市立図書館などが参加した。同種の企画として2011年10月25日から12月4日にかけて、ザスパ草津を要する草津町立図書館は、 ミトホーリーホックを要するミト市立内原図書館、栃木 SC を要する宇都宮市立東図書館と連携して図書館で北関東ダービーという企画を行った。この企画では、それぞれの市長の歴史や文化について書かれた本を紹介するコーナーを設け、観光パンフレットなども置いた。図書館法、こんにちは、図書館です。役札町の広報誌、イデウを使って、 図書館を PR している。以前は、新館案内や資料の寄贈依頼など月並みな内容であったが、図書館の利用促進効果がなかったため、2012年より、当時レファレンス依頼の多かった学童疎開にヒントを得て、町の歴史に関する連載を始めることにした。第1回は湯畑、第2回は、江戸時代の絵図にある地名、第3回は、疎開をテーマに選んだ。 結果、町民から大きな反響があり、バックナンバーの提供依頼やホテル、旅館から感謝の声が寄せられたほか、これまで収集することが難しかった疎開に関する資料や情報が次々と提供された。この連載について担当者の中澤隆之は一年は続けたいと決意表明していたが、2018年になっても継続している。同年2月のイデユでは、 白根山噴火を受けて、急遽、元白根山の噴火を取り上げた。ありがとうございます。